沖縄県の北大東島に、防衛省が、航空自衛隊の移動式3次元レーダーの配備計画を進めているそうです。今回は、北大東村へのレーダー配備計画の情報を入手したので、それについて見ていきたいと思います。大東諸島の北大東島は、沖縄県の最東端、沖縄本島の東約 340km の太平洋上にあります。そこに、空自の航空警戒管制団の移動式警戒3次元レーダーの配備計画を防衛省が検討していることが公表されました。防衛省は、2024年6月27日に北大東村側に、正式に計画を説明し、7月上旬にも北大東村での住民説明会を開催する方針を固めたと報じられました。木原防衛省は、6月25日の記者会見で、北大東村に、航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーと運用部隊を配備する必要性についての質問に、近年、我が国周辺の海空域で、ロシアや中国など周辺国が軍事活動を拡大している状況で、太平洋側の警戒監視体制強化は、喫緊の課題との認識を示し、太平洋側への移動式警戒管制レーダーの配備が重要であると述べました。北大東島に配備されるのは、航空自衛隊が、1992年、平成4年から運用している NEC 製の移動式3次元レーダー J-TPS-102 と思われます。この J-TPS-102 には、シリンドリカルアクティブフェーズドアレイアンテナが採用され、監視装置、中継装置、統制装置で構成されているそうです。この全方位、行革電子操作方式レーダーによって、従来の移動レーダーより目標の捕捉及び追尾能力、さらには、対電子対策 ECCM 性が大幅に向上したということです。また、航空自衛隊の防空識管制システムである、自動警戒管制組織 WATS との自動連接が可能で、悪天候の影響を受けにくい構造とみられ、さらに発射する電波には、人体への影響はないと確認されているのです。空自では、この J-TPS-102 を、北海道千歳基地の北部航空警戒管制団第1移動警戒隊、埼玉県入間基地の中部航空警戒管制団第2移動警戒隊、福岡県春日基地の西部航空警戒管制団第3移動警戒隊の3カ所に配備しています。その他には、沖縄県の那覇基地に、南西航空警戒管制団第4移動警戒隊、与那国島の与那国駐屯地に第53警戒隊与那国分遣班に配備しているので、北大東島へ配備されれば、国内で6カ所目、沖縄県では3カ所目の配備になる計算です。2024年6月現在、大東諸島内には自衛隊施設はありません。そのため、沖縄防衛局が北大東島の北東部と南部の村有地を約8ヘクタールほど取得し、隊舎や火薬庫の整備を検討しているとされ、移動式警戒管制レーダーの配備に伴って、自衛隊員約30人が常駐する予定と言われています。北大東島は、住民が住む南大東島及び無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島とともに、大東諸島と呼ばれる島嶼群を形成しています。約100万年前から20万年前に、珊瑚礁の数回の隆起によって形成され、その珊瑚礁の厚みは数百メートルから数千メートルとも言われます。それぞれの島には鍾乳洞が点在し、地質学的に見て、中国大陸や日本列島とは一度も繋がったことがないので、多くの固有生物が生息し、ザトウクジラの越冬地としても知られているのです。北大東島と南大東島の全域は、国指定大東諸島鳥獣保護区気象鳥獣生息地に指定され、面積は4251ヘクタール、特別保護地区は234ヘクタールです。指定の理由は、2島が、大東オオコウモリや大東ノスリなどの固有亜種の生息地であること、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっているからです。貴重な、自然の残る島と言えましょう。一番大きい南大東島の面積は、約 30.6 平方キロメートルで、人口は約1300人。移動式レーダーが配置される北大東島は、約 12.7 一方キロメートルで、人口約600人ほどですから、
30人以上の自衛隊員が常駐すれば、北大東島にとって、過去にない人口増加になるでしょう。2013年10月現在、日本本土からも沖縄本島からも遠く離れている大東諸島には、南大東島、北大東島それぞれに、県立病院附属診療所と村立の歯科診療所はありますが、診療所では、治療が難しい重症患者が発生した場合、沖縄本島に急患輸送を行うことになっているそうです。大東島に定期便を飛ばしている琉球エアーコミューターのスケジュールに間に合えば、この機体に常時一席確保してある村長席を利用して搬送できるそうです。しかし、それ以外の場合、県知事を通じて、沖縄本島の陸上自衛隊第15旅団第15ヘリコプター隊那覇飛行場駐屯に災害派遣要請を行い、LR2 連絡偵察機もしくは UH-60JA ヘリコプターを沖縄本島から派遣して緊急搬送ということになるのです。そのため、搬送にはかなりの時間がかかっていました。しかし、移動警戒隊が配備されればヘリコプターが常駐するので、緊急搬送の時間を半分以下に短縮可能とみられるので、北大東村議会は、2021年12月、自衛隊誘致を求める意見書を全会一致で可決しました。これを受けて、防衛省は、地元の理解が得やすいと判断し、翌年から現地調査を進め、移動警戒隊の配備に適していると判断を下したのです。ここ数年、大東諸島がある西太平洋は、大型正規空母の襲撃による沿岸海軍、地域海軍から外洋海軍への変身を果たした中国海軍の進出頻度が上がり、2016年には空母遼寧が初めて南西諸島を越えて周辺海域で艦載機の離れ発艦訓練などを行って以来、山東などの空母艦隊の進出が相次いでいるのです。中国はこれまで東アジア地域に展開しているアメリカ軍に対する防衛線である第一列島線、沖縄本島など西南諸島や先島諸島を結ぶラインの外側で、グアムや横須賀基地を拠点として進出してくるアメリカ海軍を迎え撃つ方針だったと思われていました。しかし、外洋海軍としての戦力が整いつつあるため、伊豆諸島と小笠原諸島そしてマリアナ諸島を結ぶ第二列島線の間の西太平洋で迎撃する方針に転換したという意味ではないかとの見方が出ているのです。もし、西太平洋でアメリカ海軍と中国海軍が衝突した場合、自衛隊にはこの海域での早期警戒用レーダー施設などがないので、情報収集に困難をきたす可能性が高いとされ、以前から大東諸島の重要性が指摘されていたということです。沖縄県では、在日アメリカ軍基地の沖縄県内移設に反対し、在沖縄アメリカ海兵隊の沖縄県外移転を要求しているグループが、アメリカ軍だけでなく、国土を防衛するための自衛隊基地の拡張にまで反対運動を展開しているという見方をする人も多いのです。日本政府は、これまで、防衛を在日アメリカ軍に頼っていたものを、自衛隊体制の強化により、自力での防衛を目指す方針を立てました。そして、中国の軍事的台頭を理由に、2010年、平成22年の防衛計画大綱で、同諸島への部隊配備増強計画を明記し、与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめとして、宮古島や石垣島、鹿児島県の奄美大島などへ、ミサイル部隊などの進編、移駐を進めてきたのです。こういった動きに対して、基地反対派は、島が武装すれば敵に攻撃されるという理論を掲げ、アメリカ軍基地や自衛隊基地があるから中国が攻めてくるとして、基地の存在が中国の侵略を招くと主張しています。個人的感想ですが、これは納得できる主張と感じます。しかし、中国の南シナ海における強引な海洋進出を見れば、基地の存在など関係なく、中国は欲しいものは力ずくで取る国家だから、ネット上などでは、沖縄に基地がなければ、確かに、沖縄県人の血が流されることはないだろうが、南西諸島は、中国に占領され編入されるだろうと批判する声も多いとか。北大東村の鬼塚村長は、誘致意見書を提出した当時の副村長で、
誘致推進派だった前村長の路線を引き継ぐ形で就任した人物です。政府は、地元の理解を得るには問題ないと安心しているようですが、沖縄県内の基地反対派がどう動くのか、そき回りして心配している向きも多いようですね。マゲジ・マノ基地化が、早くも、着工から1年半と経ち、驚異の変貌を遂げているのをご存知でしょうか。今回は、このマゲ島着工1年半を詳しく見ていきますね。やっぱりと言うべきでしょうか。人手不足で、スケジュールに遅延が生じているのも事実です。本当に人がいないんですよね。2024年秋完成に間に合わない状況です。AI 重機など投入してみてはどうでしょうか。この2024年7月で、鹿児島県の離島である馬毛島に対する建設工事、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその着工から、1年と6ヶ月が経過したことになるのだが、この工事の遅延が起きているのではと危惧する声が上がっている。自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される建設工事は、まず、他の様々な設備に先駆けて滑走路を整備する計画となっており、当初のスケジュールによれば、今年2024年の秋には、完成するものとして開始されていた。この滑走路の完成が、現時点で、2024年秋を目標としてきた計画より遅延するのではないかという声は、工事を請け負う事業者側が、建設業界の人材不足の影響から、予定していた人員数を確保できていないとの見立てから発せられている。これまでの防衛省側の見解では、2024年2月時点で、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその建設工事には、およそ6000名ほどの人員が投入されると説明されていたが、2024年6月末時点で、その数の6割強しか達成されていないためだ。昨今の日本においては、今年2024年早々の能登半島地震発生に伴う復旧工事や、来年2025年に開催予定の大阪万博の会場設備工事等々、日本全体で、こうした工事に従事する現場の人手不足が叫ばれて久しい状況ではある。ことに、能登半島地震発生に伴う復旧工事は、いつ発生するかは、予測の範疇を大きく超えた災害であったことから、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される、その建設工事への影響を事前に想定しておくことが困難だったことは想像に難くない。ただし、個人的には、自衛隊の仮称、馬毛島基地の建設工事は、近年悪化の一途をたどっている日本の安全保障環境を自力で改善しようとする試みの一つであり、なんとか優先順位を上げて取り組んでいただきたいとは感じてしまう。そもそも、自衛隊の仮称、馬毛島基地とは、いかなるものなのかかといえば、まず馬毛島そのものの地理的な位置、環境から振り返って考えてみることが、その重要性を認識する上では、欠かせないポイントになるだろう。馬毛島は鹿児島県の離島群である大隅諸島に含まれる一島であり、大隅諸島とは種子島や屋久島、口永良部島といった島々からなり、この中で馬毛島は種子島の西方海上をおよそ 12km ほどの場所に位置している。このため、行政の区分において馬毛島は種子島の北部の西の表市に属しており、総面積は 8.20km、周囲の海岸線長は 16.5km、標高は最大でも 71.7m しかなく、総じて平坦な地形となっている。馬毛島を含む大隅諸島は、北側に、
日本の特定海峡である大隅海峡があり、同様の宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、宮古海峡と並ぶ日本の国防上の要所であり、特に近年は南西諸島防衛の上で重要な意味を持つと考えられる。急激な経済的発展を背景に、軍事力の拡張を続ける中国は、海軍戦力の増強も著しく、それらの艦艇が太平洋方面へと進出するためには、大隅海峡や宮古海峡を通過する必要があるため、この地域の重要性はますます高まっている状況である。自衛隊の仮称、馬毛島基地が同等に完成すれば、中国による警戒、監視や様々な工作も想定されるが、逆に日本側も滑走路の整備により、航空戦力や港湾の整備によって、海上戦力の拠点とすることが可能となる。現在は、こうした情勢下で、その地理的な位置の重要性も高まっている馬毛島だが、かつて、太平洋戦争時までは、大日本帝国海軍の防空用の監視所が設置されていた程度で、ほぼ無人島の状態が長らく続いていた。その後、1950年代に入り、馬毛島には、民間人の開拓団が入植を行い、サトウキビの栽培や酪農を行うようになったが、もともと平坦な道東には河川がなかったために、水の確保が容易ではなく、農業や酪農も採算が合わず、1980年には無人島に戻った。これと並行し、1975年には、当時の平和相互銀行が、投機目的で馬毛島を買収したが、それは、高度経済成長の最中である、日本人の余暇の過ごし方を見越し、同等に海洋レジャー施設を建設して、そうした需要を取り込む意図があったようだ。ただし、この馬毛島の海洋レジャー計画は、軌道に乗らず実行に移されることはなく、代わりに、こうした民間用の施設としてではなく、日本国が設置、運営する石油備蓄基地の一候補地に名が上がり、そうした官営用途への転用が起訴された。しかし、この石油備蓄基地も、同じ、鹿児島県の志布志湾内に設置されることとなったために馬毛島は捨て置かれたが、1983年には、右翼の人物を通じて、所有者である平和相互銀行に、馬毛島を、自衛隊のレーダー施設の用地として国に売却する計画がもたらされた。平和相互銀行は、この話を実現すべく、政界に、不正な資金を渡す工作に及んだが、これが馬毛島事件と呼ばれる汚職事件地として発覚してしまい、すでに経営状態が悪化していた同銀行は、これを機に、当時の住友銀行に吸収される形で消えた。一方の馬毛島自体は、平和相互銀行が、その活用を行うために設立した馬毛島開発株式会社が所有していたが、1995年に、東京の立石建設が、やはり、投機目的で、この馬毛島開発株式会社を買収、その後に会社名をタストンエアポート株式会社へと改めた。馬毛島開発株式会社時代より馬毛島はわずかに西の表市の所有する部分がある程度で、大半が同社の所有下にあり、これを引き継いだタストンエアポート株式会社も、具体的な島の開発はほとんど行わず、公的な用途への土地の貸借や売却を狙っていたと思われる。そうした公的な用途としては、宇宙開発の一環としての機体の着陸場、原子力発電所から生じる使用済み核燃料の中間貯蔵を担う施設等への利用が取り沙汰されたが、これらも具体化することはなく、馬毛島は事実上宙に浮いた状態だった。こうした状況に変化が生じたのが2007年のことで、小笠原諸島の硫黄島に変えて、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際のその艦載機の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所の候補地としてマスメディアによる報道がなされた。 FCLP 空母艦載機着陸訓練とは、入港したアメリカ海軍の航空母艦が出港するにあたり、その空母艦載機の搭乗者が必要とされる資格を回復するために行われる訓練のことで、端的に言えば搭乗者の技量の維持を図るものと言えるだろう。この FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1973年から青森県の三沢基地、
山口県の岩国基地で開始され、1982年以降は、主として神奈川県の厚木基地で実施されていたが、騒音が問題となり、1993年からは、小笠原諸島の硫黄島で行われている。しかし、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に駐機場所となっている厚木基地から、硫黄島までは、およそ 1200km、また、岩国基地からも、同 1400km と距離があり、アメリカ側から、代替地の確保が要求されてきた。このことから、FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所を馬毛島にできれば、その距離は、岩国基地からであれば、およそ 400km ほどと3分の1以下に短縮が可能であるため、2010年頃より、防衛省浜毛島の活用に、前向きな姿勢であることが明らかとなる。そこから、実際に防衛省国側が馬毛島を購入する至る2019年末までには、タストンウェアポート株式会社の対応にも紆余曲折はあったものの、結果およそ160億円で、馬毛島の買収は決着、今の仮称、馬毛島基地と呼称される開発へと進んでいる。もともと、在日アメリカ軍の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所として見出された馬毛島ではあるが、現状硫黄島で実施されている FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1回あたり準備期間も含め1ヶ月程度が、年2回ほどの頻度で行われている状況である。したがって、仮称、馬毛島基地が完成した場合、大半は自衛隊による訓練の拠点としての活用が可能であり、南西諸島の防衛力の強化に向けた大きな力になるものだと、個人的には期待している。